皆さんこんにちは、猫兄さんです。今日もよろしくお願いいたします。今回の動画は猫兄さん初めての企業案件、ありがとうございます。まさかね、こんなに早くね、企業案件が来ると思ってなかったので、ちょっとびっくりしておるんですけれども、ということで、この動画っていうのはですね、企業のプロモーション動画になりますので、その辺もよろしくお願いいたします。この度紹介する商品っていうのがですね、空気清浄機なんですよね。はい、こちらです。空気清浄機。はい、こちらです。2種類の方を紹介させていただこうかなと思っておりまして、こちらの会社名っていうのがですね、BBT バンブーストさんということなんですけれども、Amazon で出店されているお店なんですね。このチャンネルの視聴者さんっていうのがですね、猫ちゃんを中心に動物と一緒に暮らしている方が多いということなんでね、空気清浄機を導入しようと思われている方っていてるんじゃないかなと思ったんですよね。全くね、猫ちゃんと関係のない商品でしたら、ひょっとしたら引き受けてなかったかなと思っております。ですのでね、こういう機会を与えていただいて本当に喜んでおります。しかもですね、ちょっと見てくださいよ。ペットを飼っているとご家庭に特化したっていう風に書いてあるんですよね。ということでですね、こちらのね、視聴者さんにもぴったりなんじゃないかなと思っております。で、商品はね、軽量でですね、こちらの方がですね、見えるかな、 1.36kg、 こちらの方がちょっとパワーがあるんですけれども、3.7kg ということなんですよね。ですので、普段猫兄さんは保護猫カフェに通っておりますので、もうすごいこんな大きなやつを見てるので、すごいコンパクトだなと思っております。お値段なんですけれども、こちらの BAP520 っていうのがですね、18畳で9999円税込みということなんですね。で、こちらの卓上タイプっていう風に言われてるんですけれども、こちら14畳なんですけれども、そちらが6800円税込みなんですよね。とてもね、2つともお安いんですけれども、Amazon のプロモーションコードを作るということになっておりましてですね、さらにお安くなるんですよね。まあ、どれぐらいかって言いますと、こちらの BAP520 が 10% オフ、で、BAP620 が 15% オフ。ただね、プロモーションのね、関係で、ひょっとしたらまあ前後したりとか、まああるかなとも思うので、10% から 15% ぐらいかなと思っていただいたらいいかなと思っております。ただしですね、プロモーションコードっていうのはね、使用期限がありまして、そのお知らせをした、ね、当日または翌日から3ヶ月間の期間がありますので、動画説明欄にね、まあ、どういう風になってるか詳細を書いていきたいなと思っておりますので、またそちらもご確認くださいね。それでは商品出していきましょうか。まずはこちらから、シュン、フィーンとなってまして、はい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 、で、こちらがコードカバーになっておりますよ。で、マニュアルですね。それではこれね、線を外していきまして、けど我が家のニャンとか暴れておりますね。大丈夫か。ちょっとクラッシュしておりますけれども、大丈夫か、見えるかな、黒猫月くんここに出るんですけど、どっか行っちゃった。こちら反対向けていただいてですね、くるーっと回します。で、こちらこの蓋をカバーを外していただいて、もう一度ポンと入れる。はい、これバッチリです。こちらでおしまいです。でですね、こちらのカバーなんですけれども、ね、こちらあるんですけれども、すごいね、これね、画期的なんですよね。つけるじゃないですか。で、ここに刺すんです。見えるかな？刺して、刺しますよね。いきますよ。キュー。ちょっとね、撮影しながらだと難しいんですけれどもね。わかります？めちゃくちゃ簡単でしょ、これ。ほら。ほら。あ、いいね。気持ちいいね、これ。ちょっとね、手元が見せにくいんですけど、こう押さえとかんとね、ちょっと、ひょっとしたら、外れちゃうので。すいません、ちょっと見えにくいかもしれないですけれども。
余った分は、ね、チョキンと切っていただいて、こんな感じでチョキンと、よいしょ、切っていただいた。いけました。じゃあ、それではですね、これつけていきたいと思いますよ。いきますよ。プラグを刺します。で、一瞬ここチカッと光る、ここ一瞬光ったんですけれども、はい、ピッ。電源入れました。で、今現在がですね、弱になっておりますね。この大きさなんです。わかりますかね？で、ちょっと、中にしてみました。この音ですね。はい、強にしましたよ。なかなかパワーあるなっていう感じはするんですけれどもね。で、こちらがナイトモードになりますよ。チカチカ光っておるんですけれども。今ナイトモードになりましたね。かなり静かですよ。もうほとんどね、風が来てるかどうかもわかんないぐらいのね、長さになっておりますけれども。はい、ランプがつきました。わかりますかね。こちらがナイトライトになっております。それとですね、こちらのボタンを押していただくと、3秒間ピーと押していただくとですね、チャイルドロックがつきましたよ。我が家では猫がいてるということでですね、猫ちゃんが上に乗ったりとかすることって結構あると思うんですけれども、まあ、チャイルドロックがあればね、消したりとかね、設定変えたりとかすることはないので、まあ、その辺はいいかなと思っております。こちらの方がタイマーになっておりまして、2時間、4時間、8時間ということでね、設定を変えることができておりますよ。こちらのボタンがですね、フィルターリセットボタンということになっておりまして、フィルター交換をお知らせしてくれて、赤いランプがついたらフィルター交換なんですけれども、フィルター交換をして3秒間押していただくとリセットされるということになっておりますね。で、こちらはね、こう見ていただいたら360度吸引するという、下かな？吸引するということになっております。で、こちらすり表面ということでね、なかなかね、手触りもいいんですけれども、囚人脱臭除菌の一体型フィルターになっておりますよ、こちらは。ということで、もう一台の方を紹介したいと思います。それではですね、こちらの BAP620 を紹介したいと思いますよ。こちら本当に小さいですよね。開けていただくと、コードがありまして、アロマパッドがあります。よいしょ。はい、あら、コンパクト。かなりコンパクトですよね。はい。尖った方を下にしていただいたらいいですね。またこちらをシュッと入れていただいて、ボードカバーっていうのはですね、本当に大事でして、先日大阪で火災が発生したんですけれども、原因っていうのが延長コードをテーブルが踏んでたんですよね。で、中で断線していて、それでも使用を続けてコードがショートして火災が発生したんですよね。ペットによってはですね、コードをかじることもあると思いますのでね、カバーをつけるということが火災予防になるんですよね。それではこちらもね、刺していきましょう。じゃあ、ここでぶっ刺しまして、ガチャッとやっていただいて、抜いていただいて、これもう入れるだけなんでね、ポンと入れていただくだけで。さあ、それではこちらもつけていきますよ。はい、ガチャッ。さあ、それではスイッチ入れていきますよ。ピッ。いかがでしょう、これがね、弱になるんですけれども、結構静かですね。中にしました。ちょっと音があるかなっていう感じなんですけれども、これで全然気にならないですね、この近くにいても。はい、強にしました。まあ、音はしますね。もちろん。すごいパワーがあるってそういう感じはするんですけれどもね。あとね、同じですね。こちらナイトモードにしたんですけれども。ちょっとね、タイムラグはあるかなと思うんですけれども、まあ、すごく静かになりましたよね。で、ナイトライト。
こちらも2時間、4時間、8時間あるということになっております。でこちらフィルター効果も同じですね。こちらのね、中で、のままでお送りしたいなと思っておるんですけれども、声が聞きにくいとかってどうでしょうね。まあ、その辺がね、分かった方がいいかなと思うんで出ておるんですけれども、で360度吸引ですよね。で、コンパクトっていうこともありますし、でですね、よっ。こちらにね、ピッとやったら、アロマのね、パッドが入っておりまして、こちらにね、エッセンシャルオイルをつけて垂らしていただくことによって、アロマも楽しめることになっておりますよ。こちらのね、タイプと、こちらのタイプでは使い道が違うなぁとも思うんですけれども、アロマに関してなんですけれども、我が家には猫ちゃんがいてるということなんでね、アロマと猫ちゃんっていうのはちょっとね、相性が悪かったりするんですよね。ということで、また調べていただいて何が使えるのか使えないのかね、お家でのペットがね、アロマ大丈夫なのかどうかっていうのも、ちゃんと調べてね、やっていただければなと思っております。アロマっていうのはね、疲労回復だったりとかね、リラックス効果がありますのでね、すごくいいなと思っておるんですけれどもね。フィルターに関してはですね、6ヶ月ごとに交換のランプがつくんですけれども、お掃除に関してはですね、2週間から4週間ぐらい、もしくは気になる時ですよね、乾いた布だったりとか、ブラシだったりとか、掃除機で吸っていただくこともできます。ただしですね、水などの液体をかけるっていうのは NG ということになっております。それとですね、この撮影をしている時点ではですね、交換フィルターの販売はしていないということなんですよね。検索しても出てこないということですので、その辺はお気をつけください。今年中には交換フィルターの販売はするということをおっしゃっておりました。最後にですね、使用電力をちょっとお伝えしようかなと思っておりますけれども、こちらの BAP620 というのはですね、ナイトモード 1.84W、弱が 3.50W、中が 5.97W、で、強が 11.23W ですね。それとですね、こちらの BAP520 の仕様なんですけれども、ナイトモードが 8.5W、弱が 14.5W、中が 21W、強が 37W ということでね、結構ね、省電力なのかなと思っております。今回はですね、初めての企業案件ということでね、取り直しをしたりとか、ちょっとバタバタしてる部分もあったんですけれどもね、こういう機会をいただいたバンブーストさんにはですね、ものすごい感謝しております。ありがとうございます。もしよかったらですね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。この後はですね、我が家のニャンズに登場してもらってですね、こちらのね、性能を見ていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。はい、ここからはですね、空気清浄機の使用感をね、お届けしたいなと思うんですけれども、やっぱね、猫といえばマタタビかなと思うんですけれどもね、我が家のニャンズもマタタビ大好きなんですけれども、空気清浄機の前に置くとですね、見失ってる感じありますね。で、近づけるとね、寄ってきてくれておりますけれども、ね、ふんふんと匂ってね、ほんと大好きなんですよね、マタタビが。場所分かってないでしょう？あ、やっぱね、その辺のね、脱臭力っていうのがあるんかなっていう気はするんですけれども、ちょっと上げていきましょうかね。さすがにね、ここまで近づくとね、わかりますよね。でね、ほんと大好きなんで、ペロペロと舐めてくれておりますけれどもね。今回、初めて空気清浄機を使用したということでね、どういうものか実はわかってないんですけれども、あ、やっぱさすがにね、手のひらにマタタビがついてるってことはわかっておりますね。やっぱまだ欲しいか。欲しそうにしておりますね。もうちょっとだけあげようかな。落ちて伸ばしておりますけれどもね。さあ、この後はちょっとね、閲覧注意なんですけれども、食事の方は申し訳ないなと思うんですけれども、トイレのシーンなんです。実はトイレ掃除をした後なんですけれども、今からね、うんちの方をするんですけれども、匂いがどうなるかっていうのすごい気になってたんですよね。今ね、砂をカキ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 しておるんですよ。そこにね、黒猫月くんがやってきたんですけれどもね、トイレ中ということでね、いたずらはしなかったんですけれども、トイレ出てますよね。ちょっとモザイクはかけておるんですけれども、普段でしたらね、部屋の反対側にいてもですね、トイレしてるなってわかるんですけれども、ここまで近づいてもね、あんまり匂わなかったですよね。あんまり匂わないね。あんまり匂わない言ってるでしょ。こちらの方がですね、BAP620 というコンパクトの方なんですけれども、それでもね、かなり匂いは抑えられてるなって思いましたよ。